私を育ててくれたおじさんは誰だ。昔アイドルね。極道と呼ばれていた人でした。アイドル、いやみんなの顔よ。4年前東京日本ドーム。他の人から見たら怖いかもしれないけど、人気なの君。私にとってのおじさんは、うん、強くて、うん、優しくて、うん、頼りがいがあるけど、なんか顔違う。でもどこかちょっと抜けてて、なんか入れ爪で傷つけてんの。私は、ああ誰が死んだ。そんなおじさんのことが、顔違うよね。顔違うよ、ね、大好きでした。あれどうした、あそこ、あのハサクどうした。ファンのみんなや、お、何より有名になってんだ。自分自身に嘘をついて生きていくことは、顔よ、私には、わ、なんか目つぶれてんの、できません。うわ、ガダいね。なんかかっこいい人もいるし、私の夢はアイドルになること、うん、でももう一つあったんです、うん、大好きな人たちと一緒に幸せに暮らすこと、はあ、だからもうこれ以上歌うことはできません。どうした、どうした。私は、うん、キリュウカズマの、うん、家族です。家族、この子なんか目が違う。あ、え、途中なのに抜け出しちゃうの、やばすぎ。お、違う、これキリュウちゃん、キリュウちゃん、あ、キリュウちゃん、キリュウ帰るんだ。うわ、キリュウ、みんなが待つところに、いや、もう死んじゃうよ。さっきのアイドル、さっきのアイドルだと思う。おじさんって言ってるんだ。はるか、はるかって名前なの。しっかりして、おじさん。なんか入れ墨つけてるよね。うわ、夢、うわ、寒くないんですか。夢じゃないのか。寒くないの、キルちゃんも、あとはるかちゃんも、寒くないの。私は涙出てるって、ここにいるよ。涙出てるって、もう、お、病、ん、なにこれ、病院か。いや顔変わりすぎ、顔変わったな、おい、顔変わったな。あ、これがさっきのはるかだっけな、はるかだっけ、もうはるか、すっごいツルツル、はるかちゃん、なんだ、秋山さん、先生に話聞いてきた、うん、キリュウさんは大丈夫だ、2週間もすれば退院できるってさ。ほう、そうですか、ありがとうございます。ああ、それにしてもさっきのステージじゃ思い切ったね。ニュースで何回も流れてる。ただあそこで君が言ったようにはいかないかもしれない。元ヤクザに育てられたアイドルのステージでの引退宣言、その周辺で起きていた東上会や近江連合の抗争、テレビの騒ぎで分かってるだろうけど、君と桐生さんが一緒に暮らすには覚悟がいるよ。周りが静かになるまで少し時間がかかる。これ秋山さんって言うかな、さっきなんか、え、買うよって俺が言ってた。まあ俺なんかが外野から口出す話じゃないか。君らならきっと大丈夫、乗り越えられるさ。てかこれどういう髪型だよ、はい、秋山さんには本当にいろいろ助けてもらって。お団子、そういえばお仕事の方はいいんですか。町金の社長つっても、うん、うちは秘書がしっかりしてるから。社長なんだ君。少しくらい俺がフラフラしてても大丈夫なんだ、気にしないで。はるかちゃんは、キリュウさんが良くなったら沖縄のあの養護施設に、朝顔に戻ることになるのかな。どうなんだ。うわ、朝顔ってこれ、子供たち、お、多分
そうなると思います。このはるかちゃんだっけな。私やおじさんには、あの朝顔が家で、あそこに住んでいる子供たちが家族ですから。そっか、じゃあカムロ町もまた寂しくなるな。ね、寂しくなるな。お、あ、刑事、警察だ。なんだ、おだ、あ、これさっきのガタイいいやつとメイクつぶてるやつだ。なんだよ。なんや、札の旦那方、えらい怖い顔して。患者ら怖がっとんで。登場会直系真島組組長真島郷。俺に用やろ。あ脱獄で捕まんのはこれで2回目。これは登場会直系西島組組長西島大河。話が早くて助かるな。酌量の余地はある。